はいどうもジェスターです。今回は平成の怪物松坂大輔さんね、ちょっと育成通常なんですけど使っていきたいと思います。まあ、球種は縦カット高速スライダーで、まあ球種も多くて、ツーシーム C でフォークあるんですよ。これはいけるんじゃない。であとタイピンも持ってるんで、もうね、セーブ純正からしたら最強っす。まあ、12球で見たらちょっと弱いかもしんないけど、まあもうね、セーブ純正なら最強格なんで、もうちょっとね、早速今日はね、ゲータで使っていきたいと思います。ということで、平成の怪物で大暴れ やっていきたいと思います。ファッキュー。ってことで、まずはバッティングなんですけど、まあ一番苦手なメルセデスさんなんですけど、まあ今日は打つよ、さすがに。あ、まあ別にワンアウトぐらいね、別になんかもう変わんない、もうね、まあハンデちょっとぐらいね、やっぱハンデあげないとまあかわいそうなんで、まあツーアウトぐらい正味ノーアウトと同じなんで、別にこっからしっかり打てばいいんだけど、話し正味、うん。まあ、勝負別に本番こっちだから別に打てなくても別にいい。うん。打たなくていい。なんなら、打つつもりなかった。うん。今日でいきたいと思います。まずフォーク。あんま落ちない。おー、セカンド。おーし、いいね。初見はね、打てないと思う。まあ、高速スライダーも結構曲がるから、まあ、これにカットボール欲しかったな。これにカットボールあればだいぶ強かったけど。いや、落ちちゃうんかい。やばい。スピン巻きがやばい。ドロップカーブ。おーし、強い。じゃ一回ツーシームいっか。結構曲がるはず。おお、いいね。いや、落ちちゃう。おお、取ってよ、それは。これはトッテナムホットスパーズ案件やで、マジで。さあ、シュート。いや、これね、ほんとカットボールだったらマジで強いと思う。ちょっと若干球種が少ない感じはあるけど、まあでもね、取れる。うわー、いや、タイピン出ないな。まあいいや、サークルチェンジ行ってみるか。いや、このフォームいいっすよね。この固有フォームというか、首をグニャってやる感じが結構好きかもしれない。おー、しないっす。風カット。よし、いいね。これがね、ギリ入るのいいね。で、これでサードゴロ。あー、入んないか。とりあえずツーシーム中心だね。オッケー、取れる。おー、素晴らしい。何が何でも追いつくよ、マジで。 WBC で大活躍してるけど、ここは死ね。あ、やっぱさすがにノーヒットはやばくない。あ、オッケー。あ、クソゲーだこれ。そうだ、これクソゲーだった。さっきランク戦で1試合やってる。てか、なんかさ、すごいチャンネル登録者数増えてない。あー、やっぱ俺天才だからさ。1000人ぐらい増えた。はい、ってことでね、友達とのルーム戦にやってまいりました。でもこいつね、5割打ってて、まあ、この前もね、あの動画協力してもらったりしてるんですけど、マジでうまいっす。ほんまにうまい相手なんで、かなり参考になると思います。やばい、スピ統一にしとけばよかった。そうだ、相手純正なんだった。まあ、こいつ抑えたらね、まあローテ入りっす。はい。おお、やっぱ初見殺し要素はある。多分本人も多分今こんな顔なんでしょうね。困ってるんでしょう。シュート。あー、やっぱうまいわ。オッケー、ゲッツ。おー、ローテ入りあるガチで。はい、ってことで、ちょっともうこの回で終わりなんで、もうちょっと思いっきり投げていきましょう。まっすぐ。あ、やばい。うまっ。うーわ。やっぱうまいわ。こっからが真骨頂なんで。タイピン持ってるじゃない。どうしよう。カーブ、ドロップカーブ。これ引っ掛けろ。それ行くわ。よし。いや、このドロップカーブ効くね。変化量1だから。おし、強い。だいぶ強い。ピンチ出て、まあ、フォークだな、ここは無難に。これ打ち上げてくんないかな。あー、うまっ。やっぱうまい。
この縦カット案外効く気がする。あーやばい、試合が壊れる音がする。まあまあでもまだここを抑えればまだ全然いける。ここが勝負よ、正直ここ打たれたらもうクビです。あ、舐められてるわ。そう、明日学校でね、フルボッコにしてきますって言おうと思ったけども卒業してました。卒業おめでとうございます。ありがとうございます。おし、卒業式の歌、今私の願い事が叶うならばカットボールください。いやで、マジでカットボールが欲しい。翼なんかいらねえからカットボールくれ、マジで。翼なんかいらねえ、カットボールくれ。はい、落ちて。あ、落ちてじゃねえや。